ボタニカルアートの、まあ、デイ、かっこ秘密です、今日はですね、草原に来ています。まあ草原ってことでもないですけど、野外に来ています。これですね、まあ後でゆっくり見せしますけども、リンドウです。かわいいですね。それで、今日はまあここに来るぞと思っていたので、なんとなくですね、小学生の頃に、なんか教科書だったか雲の国語だったかで聞いたあの詩が思い出されるんですよね。あの詩です。草原といえばあれですよ。今日これがしたいと思って、まあ、ちょっと中途半端な用意をしてきたんですけど、カッターナイフ好きなんですよ、鉛筆削るの。そして、まあ、いつも使っている大人の鉛筆、これすごく便利です。何が一番便利か、まあ、よく言うんですけど、この芯が中に入るのでバッグの中に入れても汚れません。そして折れません。で、芯が結構ね長いので、芯を変える必要があんまりありません。それがいいとこです。で、何をやりたかっていうと、あの詩を読んで北原白秋の気持ちになってみたかったんですよ。草若葉、色鉛筆の赤き子の散るが愛しく寝て削るなり。まさにそんな感じで今ちょっと寝っ転がって、草原に寝っ転がっています。まあ草若葉っていうよりはまあもうちょっと秋なんでね、ちょっと哀愁が漂ってますけど、削るものを入れる入れ物まで用意しましたよ。用意周到で、私がどんだけ鉛筆削りが好きか分かっていただけたかと思いますが、結構上手です。こんな感じでちゃっと鉛筆を削って、そしてこちらも普通の鉛筆をちゃっちゃっちゃと、この出す長さが結構ポイントですよね。自分の得意な長さっていうのがあるんですよ。動かしていくのは鉛筆ですよね。しっとるわいって感じですよね。ごめんなさい。はい、できました。こんな感じでパパッと削れました。好きなんですよ。まあ昔はなんか30円のこのくらいのこう折りたたみ式のなんていうんですか、あんなあのナイフというか、なんかひげ剃りに使うようなあんな刀を持って学校に行ってましたよね。ひごナイフっていうんだかな、ちょっと違ったかな、忘れましたけど。でこれはまあもう使わないのでしまっておきましょう。何のために持ってきたんやいって感じですけど、削ってみたかったんです。そしてあの北原白秋の気持ちになってみたかったんです。草若葉、色鉛筆の赤き子の散るが愛しき寝て削るなり。なんかめっちゃわかると思って、でも今の時代ね、こうやってネットですからね、こう、ああ鉛筆の粉をなんか野外に捨てていたとかったら、まあ、ちょっとクレームが来そうなんで、ゴミ箱も用意しました。確かにね、緑に深い色鉛筆の粉が散ったらなんか可愛いだろうなって思いますね。なんか古き良き時代だなと思います。まあ今は時代が変わったので仕方ない。さて今日は iPad をですね、ちょっとアップデートしたら少し仕様が変わったみたいなんで、いつものようにこうやって見えませんけど、でここのペンのマークを押すと、これ新しい仕様に変わっています。ちょっと待って、こんな新しくなりましたね。内容は同じなんですけどね。で今日は鉛筆で書いていきたいと思います。で鉛筆にして太さをちょっと薄めに、あ、太さじゃなくてちょっと色を薄めにして、これ下書きなんで輪郭を取っていきたいと思います。揺れてます。そういえばですね、
さっきまでちょっと山を歩いてたんですけど、リンドもね、そべってましたね、山に。寝るんだと思って、なんか寝飯って感じでした。はい、輪郭大体取りました。こんな感じで、こんな感じで撮りました。さて、ここから ちょっとずつで、これはペンでいきたいと思います。これさっきデッサンしてたリンドウなんですけど、なんとこれね、寒くなったためか、まあ自分も今寒いですけど、閉じてしまいました。そしてこの閉じたリンドウになんと鼻アブがグリグリグリってこじ開けて、ここグリ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 ってこんな感じでグニグニグニって入っていって、花粉を取って出てきました。なんてやつだ、すげえな、やるなって感じですけど、お茶タイムです。まあそうこうしているうちに寒くなったためか、iPhone がね死にました。なので今からちょっとピクニックですね。お茶タイムです。この辺の地元の紅茶と、そしてシフォンケーキいただきたいと思います。ちょっと待ってください。シフォンケーキです。野外で食べるとおつですね。この音が入ってるかどうか分かりませんけど、自然界が出す F 分の1揺らぎ、おつです。景色もいいです。そして空にも近いです。ボタニカルアートをするようになって、まあいいなと思うことは、自然の中に出かけていこうっていう気持ちが、まあ、内から生まれるっていうか、今日だいたい1週間ぐらい経ったんですけど、朝起きて、あ、ボタニカルアートやりたいなっていう気持ちで起きるっていう、なんていうのかな、習慣の中に、毎日の自分のリズムの中にボタニカルアート、植物が入ってきてるなっていう、そんな感じがします。でこういうふうな、まあ、自然なんかを観察しに出かけようという気持ちが生まれるのもいいことだなと思うし、観察してたらさっきの花アブみたいに、そういうちょっとレアケースを見ることもできたりとかして、楽しい楽しいというか、なんというのか、なんか得した気分。普段そういう光景が毎日繰り広げられてるんだと思いますけど、この辺でそうなのに目がいかないですからね。忙しすぎてっていうか、まあ多分無関心なんだと思うんですね。で目がいかないから、なんか、あ、自然って美しいなとか、この形とかすごいなとか、あ、寒くなると閉じるんだとか、どういう仕組みで閉じてるんだ、どういう仕組みで温度感じてるんだろうかとか考え始めたら、もう止めどもないっていうか、人間とは違うけれども、こう温度を感じるセンサーがあるわけですね。サビーって思ってるわけですね。それで閉じちゃったんだと思うし、まあ物によってはこれ寝っ転がってるやつもあるでしょ。茎が長すぎてか分かりませんけど、それはもしかしたらこう草が邪魔で、他の草が邪魔くせえなと思ってこう横を這う戦略を取ったのかもしれないし、まあ分かりませんけど、なんかそういう動かないから、なんかこいつ何も考えてねえだろうとか思うけど、でもなんか感じてて、何か嫌がっていて動きたがっているんだなっていうのを感じて、まあ面白いなと思います。これ見える、これ見えてる、見えていない、ここにも、ここにも、これなんですけど見えていない、ここにも、ね、ありますよ。見えてませんね。
ちょっと持ち上げるとこんな感じですね。こいつは嫌がって横を張っちゃったタイプですよね。ここに花が咲いています。面白いな、面白いですね。ここにちなみに梅ぼちさんの咲き終わりの後の花があるんですけど、これもデジカメでドアップで撮ったらめちゃくちゃすごいんですよ。ちょっと後でこの辺かどっかにこうバーンってはめたいと思いますけど、すごい感動するから、いや自然界のこの造形美すごいよって思います。で誰も見てないっていうところがまたいよいよすごいと思う。誰も見てないけど着飾っている、それをしている植物もすごいし、そういう許可を与えているだろうこの宇宙というかね、あの神というか、まあサムシンググレートです。すげえなーって思います。なので時たまなんか理由がないとなかなか自然の中に行くことないと思うんで、ぜひシフォンケーキと紅茶を持って、そして赤鉛筆を持って、色鉛筆を持って、カタナイフを持って自然の中にやってきてほしいなと思います。気持ちがいいです。はい、ではまたお会いしましょう。さようなら。